2012年世界フィギュアスケート選手権は2012年にフランスで行われたフィギュアスケートの国際競技会。フランスでの開催は2000年世界選手権以来12年ぶり。2011から2012年シーズンに開催された世界フィギュアスケート選手権。3月26日から4月1日にかけてシニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス種目が ニースのパレデックスポジションで行われた。フランススケート連盟は前年の2011年3月一時開催地をモンペリエに変更することや東日本大震災により2011年大会を開催できなくなった日本に開催権を譲ることも検討していたが結局は当初の予定通りニースでの開催となった。男子シングルではパトリックチャンがニ連覇を達成。2位には 高橋大輔、3位には、世界選手権初出場の羽生譲が入り、日本男子シングル史上初のダブル表彰台となった。女子シングルでは10度目の出場となるカロリーナ、コストナーが初優勝、鈴木明子が3位に入り、銅メダルを獲得した。ペアは、アリオナ・サフチェンコ、ロビン・ゾルコービが2連覇で4度目の優勝を達成、3位には、 高橋成美、マービントランが入り銅メダルを獲得、日本ペア史上初の快挙となった。アイスダンスでは、テッサバーチュ、スコット・モイアは2年ぶり2度目の優勝となった。前回大会の結果を受け、今大会において、複数出場枠が与えられた国は、以下の通りである。金メダリスト男子シングル銅メダリストの羽生譲る、男子シングルメダリスト女子シングル銅メダリストの鈴木、 マキコ女子、シングルメダリストペアメダリストアイスダンスメダリスト1位から12位の選手に対し以下の通り賞金が与えられた。ありがとうございます。